はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。世界遺産ピサの塔を登ってみるクリア率 1.74 だったかな。ちょっとよく見てなかったけど、やっていこう。よし、なんかもうサムネの時点で、まあ大体の察しはついたけど、やばいコースだな。やばいコース来たな、これ。多分そこのワンワンの杭に乗って、で、どうするんだ？なんか壊れ出したよ。え？お前ら何やってんだよ。え？よいしょ、こう勇気の右飛びしろってことか、そういうことか。オッケー、これ崩れる前に一気にグワって行け。ちょっと乗れよ、お前。よいしょ！あ、待って、これ加速乗れてないな、そうだな。結構タイミング大事だな。この辺。よいしょ！いいんじゃない？ごめん、全然良くない。まあでもベストタイムが4秒台だから、もう多分、あとは、数打ちゃ当たる戦法だよな。オッケー、ナイス！マリオメーカー7周年、エラスティックリバウンドセオリー、クリア率が 3.11 やっていこう。さて、これはどういうコース？ん？なるほどね。このドッスンが弾んでますよと。こういう動きするんだ。で、これをうまいこと使って進んでいきましょうと。なるほどね。はいはい、バインバインして、はい、ポン、バインして、ここだね。はい、こういう感じ。オッケー。で、お前は何なんだ。お前は何なんだ。そのブラックパックは何？よいしょからの、こう行って、こっちって感じか。で、こう上登ります。ここは従来の、待って！ちょっと落ち着こうな。ここは普段のいつも通りの奴らだから、こう行く。で、そこは、オッケー。普通と同じ？いや、違う。これはあれだ。そのブラッパと連動してる。はい、これ鍵取る。待って！耐えろ。オッケー。よし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 。で、これでドア入りますと。ピンクはまあ別にいいかな。で、こっちは。あ、今度は逆に当たるなと。よし。で、ここ。で、これ上で待機。はい、これ下。で、あれだな。今度はこれドッスンがこう言ってるタイミングで左上に登ると。オッケー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 。はい、中間すぐ始まるな。はい、これ乗ります。はい、バイバイでいいんだよな。これ、くつくり棒バイバイでいいよな。はい、上行きます。はい、かき棒。はい、おー、おかえり。よく取ってきたね。これはなんだ？あ、ブンブンさんを待って、ブンブンさんしか見てなかった。よし、ここちょっと気をつけてね。はい、これドッスン一回やり過ごしてこうやってぶっ倒すとオッケー。よし、ドア入ります。いや、これすごい面白いギミック作ったな、これ。はい、バインバインして、はい、バインバインして、バインしてオッケー。で、こう上行く。さあ、次はお前だな。待って待って、よく考えたら何に対して俺待ってって言ってんだろうな。よいしょ。はい。こう上行きます。オッケー。で、これは普通に左からでいいや。で、これは特になんもないな。オッケー。単なる花火か。よしよしよし。さて、7MMC。マリオメーカー7周年 C ってどういう意味なんだろう。セレモニーとかそんな感じ。おー、オートスクロールか。マジかよ。待って。オッケー。来てる。これはなんだ？これはなんだ？はい。しゃがむ。オッケー。こういう感じか。で、次はその花ちゃんだな。あいよっと、で、こう、右下。で、はい、ここ。で、これ叩く。おらよっと、オッケー。で、よいしょ。で、こう、降りる。で、こう行って、これ取って、ここ。行って、よし。で、このリフト、しゃがむ。で、よいしょ。ほい。ほい、待って、待って、これだ。よいしょ、オッケー。めっちゃうまくいってる。で、その、ボス戦？ボス戦なのは分かった。ボス戦なのは分かったけどさ、どうすんの？待って、あっぶな。これ、オンオフ叩く。あ、キノコを取れた。オッケー、了解、了解。よいしょ、オッケー。で、こっち。で、ほっ、よし、いけた。で、ここ。で、ドア入って、これでクリアかな？オッケー、ナイス！いやー、楽しかった。30秒、スピードデビル、デザートコープス、クリア率 0.41 やっていこう。なんか 0.41 が今なんか変な詰まり方した。大丈夫かな？よし、やっていこう。なんか Wii U 以外のさ、スキンで俺スピードランするのだいぶ久しぶりかもしんない。はい、投げる。で、こっちか。びっくりした。あーら、加速乗れてない。いや、結構おもろいコースじゃん、これ。はい、ここでちゃんと加速乗ってこう。オッケー。で、ここで投げる。次はこう飛ぶ。はい、こっち。バネ持って。こっちか。なるほど。投げる。はい、飛ぶ。あーれあーれ、投げるとこ、ここじゃなかったな。で、こっち。で、ここは、ここは投げない。ここで、これでいける。はい、飛ぶ。はい、飛ぶ。あっぶね。
操作めっちゃミスるとこだった。これは持って、ここで投げる。よし、スピンだな。よし、オッケー。はい、飛ぶ。はい、飛ぶ。めっちゃ、よし。で、最後、ここ投げて、オッケー。ナイス。クラウディバレー、クリア率 6.52。まあまあ高いのやった。でこう、この人のコースの一発ネタで 6% って、そんなことないと思うんだけどな。さて、これは、あー、なるほどね。あれだ。なかなか死ねない系。死ねないじゃないな。なかなか上に行けない系。こうなんか、ミス要素がないからクリア率高いってだけで、普通にしんどいよっていうそういうコースだな。よいしょ、ここ登、ちょっと待って、登らせてくれ。ちょっと待ってな。タイミングが。合わせづらい。よし。あーくそ。こんな感じで上登って、で、頂上で50コイン取りましょうね、みたいな、そういう感じだと思う。あ、結構順調。よいしょ。待って。落ち着け。くそ。これはあれだ。こう、右側から登った方がいい。で、ここは左から登る。で、ここ、よし。お、え、あ、これあれか。こっち側から登れと。よいしょ。え、あ、待って。これしんどいぞ。これあれだ。これで、なんか、ここの体当たりうまいこと使って、よいしょ。階段作んないと、これスタート地点では逆向きの階段なんだ。これをこうやって体当たりうまいこと使って、こう、普通の向きの階段、上り階段にして、よいしょ。上に登らないと、ゴールできませんよと。そういうことだな、これ。え、しんど、え、しんどこれ。よいしょ。よし。これあれだな。こう、1段目、2段目は多分いい感じになってるから、あとはこの3段目と4段目を、こう、体当たりを駆使して、よいしょ、体当たりとかはその辺を駆使して、階段を作っていきましょうと。よいしょ。ここでこう、体当たりして、雲の位置をずらして、階段を作って、で、上に登って50コインを取れば、クリアできるっていう、そういうコース。クリア率高いの、まあ、そういうことだな、やっぱり。よいしょ。こう、なかなかゴールはできないけど、なかなか死ぬことができないから、まあ、そりゃクリア率高くなるよね、っていう。そういう感じ。あ、これいい感じじゃない？いや、でもこれちょっともう一回くらい、こう、体当たりした方が。あ、これとりあえず今3段目まではすごい、いい感じになってる。あとはこいつだな、この4段目を、ちょっとうまいこと誘導して。おらよっと、あと何回体当たりすればいい？あ、ちょっと待って、これちょっとずれてるな。で、2段目もずらす。これで多分階段完成したでしょ。これで、はい、登る。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー！完璧すぎる。これで50コイン取ってクリ、待って、クリアと、よっしゃー！ナイス！